はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、へその緒などから取るね、再帯血っていうのをね、白血病などのね患者さんに移植する再帯血移植っていうやつがあるんですけども、それの実施がこれまでの通算でですね、全国で2万例を超えたっていうことが分かりました。これはね、新型ウイルスの、ね、影響でね、骨髄移植が難しくなる中で、再帯血移植っていうのを希望する人が増えたということでね、まあ、去年の1年間っていうのは、まあ、過去より、まあ、今までよりですね、その最もこの再帯血移植をする人が多かったということなんですよ。その再帯血というのはですね、へその緒のね、胎盤に含まれる血液のことでしてね、全国にね、6箇所ある公的な再帯血バンクとね、提携するね、その97もある医療機関で採取されてから白血病などの患者さんに移植する治療に使われます。日本赤十字社によりますとですね、再帯血移植はね、日本では1997年に初めて行われまして、今月の17日でね、2万例を超えたことが分かりました。素晴らしいですよね。白血病などのね、治療ではね、主に骨髄移植というのがね、行われてきましたけども、去年ではですね、新型ウイルスの影響で医療機関を訪れてね、骨髄を提供してもらうことがね、難しくなっているためにですね、これまでにね、保存されている再帯血を使った移植を希望するケースがね、増えてですね、再帯血移植の件数がね、まあ、この1年間でね、1496件となってね、過去最多になったということなんです。一方ね、このコロナ禍でね、出産数が減っている傾向があるのでね、まあ、再帯血をね、安定的に確保するということがね、まあ、これからの課題となっています。愛知県のね、瀬戸市にある中部再帯血バンクはね、再帯血移植の成績は年々上がっていて、新型ウイルスの影響もあってますます重要性が高まると思います。採取する医療機関を増やして再帯血を確保していきたいと話しています。このようにね、命をつないでくれる素晴らしい医療技術がね、このようにある時代になっているということがね、僕はすごく素晴らしいことと思っておるんですけどもね、最近ね、もう一つのね、希望の光がね、スパーンとね、こう差してきたんですよ。理化学研究所はですね、3月19日にね、白血病ヒトかマウスを用いてですね、白血病細胞の弱点であるタンパク質の阻害薬を投与することで、白血病細胞の効果的に死滅させる方法を突き止めたと発表しました。ということなんですけどもね、理研がね、白血病細胞を死滅させる方法というのをね、突き止めたんです。これすごい話でしょう。ね、僕ほんまにね、嬉しかったんですよ。これ見た時ね。理化学研究所のお話はですね、まあ、以前にもしたようにですね、世界最高峰の科学者が集う研究機関でございます。で、僕はね、もうこの論文を見つけた時にはね、めっちゃすごい興奮しましたしね、もう早く伝えたいと思ったんですけども、内容がね、難しすぎてね、僕もね、ちょっと理解に苦しみました。まあ、いつもね、難しい話ばっかりしてるね、まあ、これから話す内容もね、ちょっと小難しいんですけどもね、まあ、頑張って聞いてください。白血病というのはですね、発症するとね、免疫が失われることからですね、患者さんというのは感染症などの他の病気になる危険性も高まります。で、そんなね、白血病の治療にはね、まあ、抗がん剤によってね、白血病細胞っていうのを減らして、さらに大量の抗がん剤を用いる、まあ、全処置治療をした後に、骨髄や再帯血を用いて造血幹細胞というのをね、移植するという方法が確立されています。しかしね、それでもなおね、根治できずにね、こう再発してしまってね、白血病細胞が再発してしまってね、命を失う患者さんもね、こうほんまぶっちゃけ少なくありません。で、理研ではね、その難治性白血病患者のね、治療をですね、牽引する病院のね、血液内科とのね、15年にわたる共同研究のもとでですね、これまでに急性骨髄性白血病のね、再発を引き起こす細胞やね、再発の原因に関する研究を発
表してきました。で今回の研究グループというのはですね、病院での診察においてね、完全な治癒に至らなかった患者さんのね、検体を用いてですね、急性骨髄性白血病のね、再発克服と、根治の実現を目指しました。白血病などの、ね、血液を専門とする研究チームに加えてですね、遺伝子計測、遺伝子解析、タンパク質の、ね、構造予測機械学習などの、ね、理研 の, その、ね、3つの研究センターからなる合計7研究チームのね、難治性白血病患者のね、治療を牽引する病院の血液内科のチームとともにですね、研究を進めていました。急性骨髄性白血病をね、根治するためにはですね、増殖とね、生存を続けるね、悪性化した白血病細胞をね、死滅させる方法をね、見つける必要がある中ですね、まず研究グループはですね、現在の治療法では根治に至らなかった患者さんの検体に集中して研究を進めることにしました。で今回の患者さんのね、白血病細胞とね、正常な血液を作り出す造血幹細胞の、ね、遺伝子と比較してですね、造血幹細胞には少なくて、白血病細胞に多い遺伝子を選出しました。そしてこれらの遺伝子から作られるタンパク質をですね、治療標的の、ね、候補として、正常な血液は、ね、免疫を、ね、こう障害せずに白血病細胞を、ね、選択的に治療するという方法を、ね、探索しました。治療標的の候補となる、ね、タンパク質の、ね、働きを停止させる阻害剤をですね、白血病細胞に与えた場合にですね、白血病細胞が実際に生存増殖できなくなるかについて、試験管内でね、38種類の阻害剤をね、患者さん10人の白血病細胞に対して調査しました。その結果に基づいて5種類のね、最も優れた阻害剤にね、絞ってね、さらにですね、患者さん97人の白血病細胞を用いて検討を続けました。でその結果73人がね、107人中の73人なんで 68% なんですけども、その患者さんのね、AIP というね、タンパク質のね、機能が阻害された時に白血病細胞が最も有効的にこの死滅することを発見しました。さらにですね、他の患者さんではね、 BCL2、MCL1、AURKB、CENPE などのね、タンパク質を標的とした場合にもですね、白血病細胞が死滅しました。つまりですね、まあ、理研はね、これらの5つのね、AIP、BCL2、MCL1、AURKB、CENPE タンパク質が白血病の弱点であることをね、見出しました。次にですね、生体内の骨髄、脾臓、血液などでね、治療効果を正確に定量的に評価することがね、重要と考えて、患者さんのね、白血病細胞を用いて、患者さんそれぞれのね、白血病の状態をね、マウスに再現した白血病ヒトカマウスというのを作成しました。白血病ヒトカマウスではですね、骨髄で白血病細胞が増え始めて、次第にですね、骨髄から血液中に白血病細胞が出て、脾臓など骨髄以外の組織に浸潤します。白血病ヒトカマウスがですね、患者さんの白血病状態を再現したことをね、確認した上で、IAP 阻害剤と BCL2 阻害剤、AIP 阻害剤とAURKB 阻害剤などのですね、試験管内のね、検討で患者さんの白血病細胞がね、特に高い感受性を示した阻害剤を2種類選んで投与しました。そうすると血液中だけではなくですね、骨髄や脾臓に存在していたね、白血病ヒトカマウスの患者さん由来のね、白血病細胞もですね、完全に死滅することが確認されました。さらに他の阻害剤の組み合わせでもですね、それぞれの異なるメカニズムで患者さん由来の白血病細胞がね、有効に死滅することが分かったようなんです。なので同じ急性骨髄性白血病でもですね、その原因となる遺伝子のね、異常っていうのは患者さんごとに異なることがね、遺伝子研究で明らかになりつつあります。つまりですね、その5つのタンパク質の阻害剤に対してね、全ての患者さんの白血病細胞が一様な感受性を示すわけではないんです。研究グループは最後にですね、患者さんの体内で発生した遺伝子異常のね、種類と適正な治療を結びつけることをね、目指して研究を行いました。それによって患者さんごとに発生している染色体やね、遺伝子の異常、FLT3、MLL、NRAS、IDH1 などを調べてみたらですね、どの染色体や遺伝子に異常があるのか、5つのうちどのタンパク質の阻害剤が有効であるかをね、関連付けることに成功しました。今回このね、その研究ではですね、専門家が明らかにした結果をね、議論とか評価してですね、統合的に解釈することでですね、白血病細胞を死滅させる方法を突き止めることに成功しました。患者さんへの応用に
にはね、引き続き様々な検証がね、必要ですけどもね、この成果とともにですね、個々の患者さんへのね、最適な方法でね、急性骨髄性白血病を完全に克服するね、新しい治療が確立されることが期待されます。これはね、骨髄移植、末梢血管細胞移植、再帯血移植をね、待っている患者さんにとってはですね、もう希望の光がスパーンと差し込んだと言ってもね、いいと思うんです。もしドナーさんが見つからない状況が続くとね、待ってる時間っていうのはね、抗がん剤治療をね、続けなければなりませんしね、もうそれはね、もうすごく心身ともにね、すり減る思いなんです。この研究をさらに進んでですね、早く患者さんへ使えるようになってほしいです。なのでね、今後の発展にね、期待しましょう。そんな感じでね、白血病がね、克服できるかもしれないというね、新しい治療法がね、見つかるかもしれないというね、僕のすごいテンションの上がったね、お話でございました。そんな感じで、今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。